はい、皆さんおはようございます。今日は1月12日、はい、木曜日です。はい、今日は夕方から雨が降る予報になってますけども、3時間ぐらいで済みそうです。カリフォルニアの方には申し訳ないですけども、ジョージアはさっとあの雨が降って終わりです。今日もですね、日本のニュースを見ていましたら、ミツカンが値上げをすると、味ぽんがですね、なんか30年ぶりに値上げするんだそうです。まあ40円ぐらいの値上げですかね。はい、で、各社の値上げ見てますとね、大体最低でも 15% で、最大まあなんか 30% ぐらいやってるわけですよ。で、岸田さんがね、賃上げしろとかガタガタ言ってるわけですけども、これがね、大体5から 7% なんですよ。そしたら賃金が5から7上がっても物価が15から25、30ぐらい上がるわけですよ。この差額どうするんですかっていう、さらなるね、やっぱり賃上げしないとどうしようもないですね。はい、で、まあ一例ではないですけども、例えばその本田圭佑がね、日本のラーメン安すぎる、だからもう2000円以上でいいじゃないか、まあこれ私一部賛成なんですよ。というのが、日本にはまだね、1000円以下のラーメンがある。人が手をかけて作ったものでね、10ドル以下、まあほんと1000円以下、信じられないですよね。で、これ何かっていうとね、結局そのオーナーさんのね、こう気持ちなんですよ。本当はあげたいんだけども、あげられない、お客さんのためにとかね。で、その発想を変えないといけない。過去ね、10年でね、過去5年でね、仕入れ価格どれだけ上がってるんですか。それを全部ね、泣いてるわけですよ、自分で。で、価格に転嫁できない、お客さんが離れるかもしれない、そういうのは関係ないわけですよ。自分の生活を守らんでね、お客さんに奉仕してじゃあどうするんですか。ビジネスっていうのは金儲けしないといけない。あのユニクロだって値上げしたんですよ、去年。それで今回従業員 の給料も上げてるわけですよ。だから ですから、まあ単純な話ね、日本のラーメン全て1000円以上でいいと思うんですよ、私は。で、それが嫌だったら自分で生麺買ってきてね、美味しいインスタント最近多いですから、自分で家で作ればいいんです。だったら300円か400円で済むわけですよ。これがまず一つ。それからガーシー議員がね、なんか3月に日本に帰ってくるらしいですね、やっと。で、大体こういう名前でね、議員になるのもおかしい。はい、本名でどうしてやらないんですかっていう。で、この人まあ昔なんかビジネスをやっててね、六本木あたりで遊んでて芸能人とつながりがあってね、まあそれを暴露するって誰かがビビってるんですか。これも実にくだらない。暴露するならしてください、勝手にやってください、そういうのを見たいバカは少数しかいませんから。でね、芸能人がね、何ができるんですか、悪いことで。考えたんですよ。で、今日ブログに書いたんですけども、薬物使用ができます、売春ができます、で、結婚してる人は不倫ができます、それからまあ不法賭博ができます、で、最後に反社との付き合いができます。こんなね、こんな5つしかできないんですよ。他には何の遊びができますか。で、それをバラされてまずいわけですか。実になんかくだらない。で、結局彼らはね、芸能人っていうのは皆さんなんかいいように見てると思うんですよ。でも実際のところね、肉体労働者、日雇い妊婦と変わらないんですよ。例えば歌手がね、明日声が出なくなったらもうステージには立てないんですよ。わかりますか。で、これは全く同じで、日雇い妊婦が今日ね、仕事行ってね、足を折ったらね、明日も仕事できないんですよ。だから同じようなもんなんです。で、それはね、皆さん華やかなとこしか見てないからなんですよ。で、例えばね、キャビンアテンダント、スッチなんかもね、皆さん日本の人はなんかいいように見ますけど、あんなものは本当にバスガイドがね、お茶組みしてるようなもんなんですよ。その程度で見ないといけないのに、なんか日本はそういうのを崇拝する文化があるんですよね。アメリカ見てください。じいちゃんばあちゃん頑張って仕事してね、飛行機乗ってね、一生懸命お茶配ったりしてますよ。だからそれが普通なんですよ。まあ言い方は失礼だけど、賢い人はあんなことはやんないですよね。はい、
だからやっぱりそれしかできないからやる。で、まあ、あとはその航空会社のメリットを得るためにやる。だからそういうものなんですよ。はい。でよく有名人ね、セレブとかがね、インスタ投稿してね、なんか自慢してるのをね見て、おお素晴らしい、かわいいとかね、かっこいいとか言ってますけど、それは全く隣の芝生が綺麗なのを羨むだけで、じゃあ自分の芝生はどうなんですか。そういうのを羨望の眼差しで見る暇があったら、自分の芝生をきれいにしましょうよ。どうして自分の生活レベルを上げないんですか、っていうのが私が言いたいところです。はい。で最後にね、昨日夜ちらっと見た動画でね、カリフォルニアに住むある日本人が、もうアメリカはダメだから日本に永住帰国しようっていう投稿してましたけども、これ見てもなんかつまんないなと思いましたね。はい。なんかインフレが大変、犯罪が増えてる、それからまあ食料が不足するだろう、まあいろんなこと言ってるわけですよ彼は。あと病院が高いとか言ってましたね。まあ実際そうですよ。だけどまあ相対的に見て、私はアメリカの方が日本よりも過ごしやすいと思います。はい。まずインフレ、今アメリカ実際起きてますよ。でも同じことが今から日本で起きます。日本今から来年ももっともっと値段が上がっていきます。おそらく 5% か 10% になるでしょうね。だったらもうアメリカと同等になるわけですよ。でアメリカはもうすでにこう収まりつつあるわけですよ。それから食料危機、日本の方がより深刻です。これはもう間違いなくきます。はい。結局アメリカは食料自給率が 100% 以上あるわけですよ。でそれでも今その干ばつで生産が落ちてるわけですね。でこれがどん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 落ちていくと輸出する金額が上がっていくわけですよ。でそれでも今度国内が不足すると、輸出せずにもう国内に回すから日本に行く食べ物はなくなるわけです。そこまで考えているのかなと思ったわけですよね。で最後にまあ犯罪確かに多いですよ。だけどね、人口3.5 億人いて、まあ、こんな犯罪が起きてる、まあ、しょうがないですよ。日本だって最近だって 1.1 億人でね、なんかもう変な犯罪ばっかり起きてるわけですよ。でまあアメリカの方がね、そのまあ相対的にその貧しい人が多いから当然犯罪も多いと私は見てるんですけど、ですからそういうところに行かない、そういう時間帯にそこにいないとかね、いろんなことをやれば犯罪は防げると思うんですよね。はい。あとまあ病院はしょうがないですよ。これはもう本当に予防していくしかない。まあ、これは確かに本当に医療費だけは日本に軍配を上げます。しかしそれを実際に負担している政府はもう火の車ですからね。ですから今後医療費もどん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 日本も上がっていくわけですよ。国民皆保険でね、格好つけてるのいいけど、大赤字でどうしようもないわけですよ。これもいずれかなりその国民負担をね、ますます増やしていくしかない、変わっていくと思いますよ。はい。ですからまあ相対的に私はアメリカに住むのがいいと思います。はい。ですから反対です。はい、以上でした。